どうも、ミスター常磐線です。今回は静岡県に向かう常磐線特急 E657 系に乗ってみたいと思います。列車の名前は安心祭花火3号伊東行きである。やってきた列車はなんと E657 系。この列車が今回、静岡県に向かう列車となります。東京駅を発車。最後までゆっくりしていってね。品川に到着目前、地下から横須賀線が顔を出します。品川に到着。常磐線の車両は普段はこれより先には行きませんが、今回は横浜方面に進みます。品川を発車。ここで常磐線の車両とはお別れです。渡ると神奈川県に入ります。
最後の停車駅、小田原駅に到着。この列車がここまで来るのは1年ぶりである。出ると次は終点伊東。ここから線路は伏線になります。神奈川県最後の駅湯河原を通過。なぜか横須賀線の E217 系がいました。列車は千歳川を渡ると神奈川県から静岡県に入ります。熱海に着きますが、ドアは開かず、乗降はできません。JR 東海の車両が姿を見せます。東海道線と新幹線と分かれます。
終点伊東に到着。この駅は上野東京ラインの最南端の駅であり、JR 東日本の最南端の駅である。駅の雰囲気は観光地の雰囲気があり、この日は祭りだったため、非常に混雑していました。行きとなる列車です。そのため、お忘れ物をされた場合、お客様のお手元に戻るまで、大変時間を要する可能性がございます。お忘れ物のないようご注意ください。本日は、最大旅行の臨時改札のほか、いつもの改札口も、合わせてご利用ください。花火大会からのお帰りの時間、列車改札付近大変混雑が予想されます。追加のチャージやお帰りの切符のご購入はあらかじめ今のうちに早めのご購入、ご協力をお願いいたします。お忘れ物のないようご注意ください。2番線に到着しました列車は、18時44分発、普通列車高須。